皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。YouTube とスペースの両方でお送りをしています。河井克行、元法務大臣、に、今、刑が確定してですね、懲役刑に服している松下政経塾の2つ下の後輩ですね。河井克行さんへ、手紙を出しました。河井さんからも、獄中からですね、手紙をいただいて、そして、僕は最後の最後まで信じてるんだ、ということでお話をしました。河井克行さんは、広島出身の国会議員、代議士ですね。で、自由民主党所属でした。で、松下政経塾の私は4期生なんですが、彼は6期生で、私が県議会議員に、挑戦するときに、佐賀の、ある、まあ私が、事務所を借りていた、事務所つっても小さな事務所ですけども、そこの大家さんのところに泊まり込んで、そして、私を支えてくれた、まあ、秘書ではないですけども、最初のスタッフの一人です。で、県会議員に挑戦するときにですね、私たちは、未来株という一口1000円のカンパを募って、そしてそれをなんと、友達同級生、親戚、皆さんが3000口選んでくださった、集めてくださったんですね。つまりもう300万円を超えるお金が、カンパで寄せられたんですね。27歳ですからもう、35年も前の話、もう6年になりますか、の話です。で、燃えて挑戦27歳ということでですね、皆さんに本当に支えていただいて、1万票を超える、得票でですね、初陣を飾ることができました。で、だけど、地盤も看板もカバンもない、まあ、2世でも何でもないですから、本当に困難の連続でした。で、その300万が集まった頃でしたね、その、政治の、まあ、プロという方が来てですね、原口和弘さん、このまま行くと、おそらく当選はするけども、なんとかっていうところとなんとかっていうところにお金を配るとね、お金を配るともう確実ですからっていう人が来ました。まあ、政治の選挙に出ると、まあ、いろんな人が言ってくるんですね。で、私たちは松下政経塾で政治を正さなければ日本は良くならないと。もう一つの政権政党を作りたい。もう一つの保守政党を作りたいと。ここに松下さんと私の、これ87歳の松下さんと、それから23歳の私ですね。もう一人は小田善光君、私の同期生のこの大きい人ですね。大きい人が小田正弘君ですね。で、ちっちゃい方が私です。で、月に一回、こうやって松下さんに、まあ私が、まあラッキーなことに選んでいただいて、私と誰か他の塾生ということで、松下さんの人間道場ということでですね、言ってたわけですね。で、その話をさっきの県議の時に戻すとですね、県議選に戻すと、その、まあ政治のプロみたいな人に対してですね、私たちは、河合君もそこにいたんですね。そんなために選挙に出てるんじゃないと。みんなが力を合わせてやっていて、みんな手弁当で来てるんだと。このお金を誰に配るんだと。まあ300万って言うと、僕もその時初めてその300万っていうお金を見ましたけど、そんな積んであるわけじゃないですよ。でも、まあ積んでみるとそんな熱いもんじゃないんですよね。で、それを誰に配れるんだと、早く帰れって言って、みんなで追い返したんですね。まあ、松下幸之助さんは、本物は長ずれば長ずるほど済むということをおっしゃってました、私たちに。ずっとこうやってお話をするとですね、政治に理想は無駄なのかと、そんなことないと。清濁合わせ飲むって言うけども、それは清も濁もあるっていうことを知って、濁を流すっていうことなんだと。濁をやる、
取り入れるということでは全然ないんだということですね。だから、この23歳の時にこの話を聞いて、仮に33歳、43歳、53歳、63歳、ちょうど今がその年ですけども、その時に命がある、んであれば、この23歳の、このもう生意気そうな顔してますね。本当に生意気そうな、というか生意気な、ちょうど当時は私たち長曽根内閣のブレインに育てられていてですね、長曽根内閣のブレインの方に、皆さんはアメリカの従属をどうするんですかと、そんなことも言わないで、その、ブレンとかおっしゃってるけど、そういうのは御用学者じゃないですかとまで言って、まあ、本当に口は災いのもとですね。もう本当失礼なこと申し上げました。若気の至りっていうか、今でもあんま変わんないっていう人もいるけども、本当にそんなこと言って、包熟にされそうになったこともありましたね。で、河合くんはですね、ずっとそれから支えてくれて、まあ、彼は、まあ、私もその後、天気の後自民党入って青年局長したわけですけども、河合くんはそのまま自民党の中でやってました。で、一緒にですね、党は違うんだけど勉強会をやったり、あるいは、国家主権と国益を守るために行動する議員連盟、この立ち上げにもですね、河合くんが手伝ってくれたんですね。で、それから法務大臣になった時も、人質司法の問題について取り組んでくれたのも河合くんです。まあ皆さんご存知の通り、安倍晋三さんが、河合くんを、アメリカとの間のいろんな、絆を作るようにということでですね、30何回訪米していろんなことをやってたと思います。で、河合くんにはその時も、ただ、外務省の方とかに、周りの方に感謝して、そして、もうちゃんと支えるような、そういう態度を取らんといかんよという話をいたしましたし、非常にコミュニケーションの仕方が、まあ、ぶっきらぼうな男でですね、自民党の中でも、お前の元秘書なのに、秘書じゃないんですよ。スタッフでそうやって来てくれた、まあ、同志なのに、お前の育て方が悪いんだと。私に直接ですね、ご注意してくださる方もおられました。で、その時に、コミュニケーションの仕方はね、確かに本当に問題があります。すいませんと。で、だけど、心根の優しい男なんです。ちょうどさっき竹原慎二さんのお話を、励ましのお話をしたんですが、難病を、公表した時に、安倍晋三さんから総理からですね、病室の私にメッセージが来るんですね。で、それを、安倍さんに出してくださいって言ってくれたのも、河合くんなんですね。で、河合くんの事件って本当不思議な事件で、本来であれば、参議院議員っていうのは、まあ、多くのところが一人区なんですね。だから、私たち民主党であれば、今立憲民主党ですけども、民主党対自民党っていう、そういう戦いの場合が多いんですね。ところが、広島は二人区で、まあ、河合くんがよく言ってたのは、宏池会系の自民党と民主党が慣れ合って、彼が言ってた言葉ですよ。で、もう一人の自民党が出られないと。それはおかしいということで、パートナーの河合案里さんに白羽の矢が立ったんですね。河合案里さんは、もともとは、宮崎のご出身だったと思いますが、民主党の候補者としてもですね、白羽の矢が立ったような人なんですね。で、まあ、それで、見事当選して、そして、河合くんが衆議院議員、案里さんが参議院議員、まあ、順風満帆に見えたんですね。ところが、買収事件っていうのが起きてっていうか、まあ、法務大臣の時に、それが発覚をして、で、これもですね、立憲民主党の私がこんなことを言うのもあれですけども、それまでこういうことで、告発をされたり逮捕された議員はいないんですよね。っていうのは、グレーなんですよ。それまでの解釈がですね。つまり、
党からお金をもらって、そしてそれを党の支部に流す。これは政党活動ですね。ところがその党の支部を通さずに、個人でこうやって配ると、それは買収になってしまうわけです。ただ組織活動費ということと、組織活動が認められているわけですね。政治活動、それぞれの支部の人たちも支部を動かしていくお金がいりますから、でそれを、ところが広島の場合は2人区で、1人がもう溝手さんという立派な参議院議員がおられて、うちも候補者がいて、まあ松下政経塾の彼も同志ですけども、その3人で戦うっていう構図だったんですね。で、だから本来だったら広島県連から河合安里さんの、そのちょっと自民党なんでもうよくわからないけども、なんとか支部っていうのにちゃんとした表のお金をあれすればいいのに、それがちゃんと なってなかったんじゃないかっていうことで、刑が確定してるわけです。安里さんの場合は罰金刑だったと思いますが、河合君の場合は執行猶予がつかない、実刑ですね。実刑の3年っていうのはものすごく重いんですよ。で、今の現職の首相がですね、これも徹底的に調べるっていうことをおっしゃったと思うけど、まあ、おっしゃっただけになってますね。で、もらった方の県会議員さんたちは、当選したりされてるわけですね。だけど、河合君一人が、と言ったらちょっと語弊がありますけども、実刑をこうやって受けてるわけです。で、これを聞いてる皆さんに、お金を配れって言ってるんじゃないんですよ。ちゃんとしたルールでやりなさいと。で、ルールに従って、ルールをより厳しい方でやらないといけませんよということを言いたいんですね。で、長ずれば長ずるほど済むと。私のところにもですね、政治家になるにはどうしたらいいんですかと、悪いことも覚えなきゃいけませんかと。で、私の秘書も、ちょっともう全然もう敵対してる人まで入れて、7人県会議員になってるんですね。で、秘書から国会議員になった。まあ、そうやって河合君のようにスタッフで来てくれて国会議員になった人まで入れると、5人いるんですね。で、その彼らには、もう、長ずれば長ずるほど済むんだと。絶対に濁ったことをするなと。で、それなんでこんなことを言うかというと、当たり前ですね。法律を作る人間が法律を犯して、お天道様に、顔向けできるかっていう、そういう話ですね。それとともにですね、私、前にも申し上げましたが、田中角栄さんのところに、佐賀の倉重末広先生、同じ、県会議員、同じ選挙区を戦っている県会議員ですね。もう亡くなられましたけども、倉重先生は、ちょっと複雑な、背景をお持ちの方でした。まあ、佐賀の人はどういうことか知ってるんで、ここでは言いません。で、先生がですね、私が一期の時に県議の、和弘君は絶対自分たちみたいにはなっちゃいかんと。自分たちは、木で言うと、ねじ曲がった木なんだと。君はまっすぐ育ってってくれと。まっすぐ育ってってくれ。それは、自分たちは本当にアメリカから独立をしたいと思ってると。だけど、悪いことしてしまうと、倉重先生がおっしゃったんですよ。私が言ったんじゃないですよ。結局大臣になるか、官邸から呼ばれるか、検察から呼ばれるかなんだと。で、倉重先生がその時おっしゃったのはですね、アメリカに、全部後ろを見られてると。盗聴もされてると。だから、誰からも後ろ指をさされない、そういうまっすぐの木になってくれっていうのが、倉重先生が僕に言ってくれた。倉重先生、僕と戦ってるんですよ、県議選で。それこそ1、2を争うような。それでもですね、そういうことを言ってくれて、江藤新平さんの銅像をですね、持って、田中角栄さんのところに行ってこい。いや、でも先生、田中角栄さんはもう、脳のアタックで、その、目白の、におられる
だけど、新潟に行ってこいっておっしゃるわけです。で、新潟には角谷さんいないんですよね。東京におられるわけだから。でも、まあ、新潟まで行けっていうことで、新潟に行ってですね、六日町っていうところの越山会の幹部の方に会ってこいっておっしゃるわけです。で、まあ、斉藤孝景先生っていう お医者さんですね、大きな お医者さんで、越山会の幹部、その後県議にもなられるんですね。もちろん自民党です。で、そこに行ったんですね。で、梶浦君、その、政治に必要なものを一言で言いなさいと言われるから、まあ、倉重先生はそうやって言ってるけども、要はもうお金にお金をまみれたロッキード事件ですから、その講演会だからお金ですかって言ったんですね。まあ、試しにね、それバカですかって言われたんですね。で、力ですかって言ったら、もう帰ってくださいって言われたんです。で、信頼ですっておっしゃるわけです。で、田中角栄は、角栄さんは、誰からもお金をもらってませんと。ロッキード事件なんか5億円って言ってるけど嘘ですと。日中国交回復をしてですね。そして、まあ、あれはアメリカの不況を買ったと。独立を、本当の独立、それから近隣諸国との関係を、もうこの冷戦の中から抜けて、日本をさらにさらに豊かで平和な国にしたいと思ってやったんだと。確かにロッキード事件って私小学校の時だからよくわかんないけども、調べてみると、あれ、発覚したのはアメリカで発覚してるんですね。こうちゃんさんとかいう方の証言だったと思います。で、だから君は今から政治、もう今県会議員なんだから、金とか力とかバカなこと言ってないで、そんなこと倉重君は言わなかっただろうと。とにかく澄んだ男になってくれと。誰からもその後ろ指を刺されない、そういう政治家になってくれと。いや、それはもう、でも政治の世界にいるとですね、本当にそのちょっとしたミスが命取りになります。今はもう20、30の政治資金のチェックとかやってるけども、あの時もそうでしたね。その衆議院議員に出るときに、これまだご存命なんでちょっと言いにくいですけども、私を応援してる人がですね、後で知ったんですね。僕はその時、中選挙区で549票差で負けたんですよ。だから、そのまま順調にいってれば今の岸田さんと一緒に勉強を横でしてたんで、10期になりますけど、そこで549で負けてるから、票差で負けてるから、9期なんですね。で、後で知ったんですけど、その後私の秘書から県会議員になる、同志がいるんですけど、その人の家は大金持ちなんですね。で、和弘さんが当選するためにはっていうんで、2000万用意してたらしいんですよ。後で聞いて、ほんと冷や汗が出ました。で、でもその息子はですね、そのお父さんに、そんなことをやったら、ね、今代議士ですけども、うちの、和弘さんは、即刻バッジを返しに行きますから、みんながやってることが無駄になるんで、絶対にやらないでくださいと言って止めてくれたらしいんですね。で、選挙やってるとですね、そういう人が いても分かんないんですよ。本当に危ない。でもそうやって僕の秘書で、今まあ立派な政治家になってますけども、彼が止めてくれたっていうのを後で聞いて涙が出ました。もうこれでおしまいにしますが、河合くんも僕は住む方で頑張ってきたと思います。で、事故が起きた、一月満札とかね、佐藤さんの、と清水さんの話をしてると、1億5000万のその、何ですか、なんとか疑惑とかいうので、河合くんの事件が出てくるんですね。要するに、そのお金を誰かが持ってったんじゃないかと。で、あの時も、安倍さんのから秘書さんがたくさん入ってくれて本当に大事にされてるんだ、嬉しいんだっていう話をしてました。ああ、そこまでしてですね、安倍さんがもう一人を作ろうとしてるんだなと、でこっちも絶対負けられないんだということを強く思ったんですね。まあ勝ったから良かったけど、
もう本当の物量の選挙だっていうことも聞きました。でも、これで最後にしますが、河合君信じてるんで、まあ僕はこうやって今、闘病中で、もしかすると、最悪の時は会えないなんていうことは言わん。必ず生き抜いて待ってるから、僕は信じてる。まあ一回河合君がその、弁護士をですね、解任した時も、ある弁護士の友人が代わりに、僕らがやっていいって言ってくれたぐらいの。まあでも、また元の弁護士になったんですけどね。でも、一人でなんか自分で、罪を被ってるっていうのは、やっぱり僕は良くないと思う。なんていうかな。そんな買収のつもりでやるような男じゃないっていうのはもうよく知ってる。あの時300万を配れって言った人間に対して、僕らはその人、叩き返したよね。その時のあれを絶対忘れてないと思うし、信じているっていうことを申し上げて、そして政治を志す皆さんに、この松下さんの言葉をもう一回送りたいと思います。本物は、長ずれば長ずるほど、長ずれば長ずるっていうのは、年限を減れば減るほど済むんだ。済むんだと。さっきのスペースで竹原慎二さんのオーラが済んでる。やっぱり本物なんですよ。本物だから、その存在そのものが済んでおられるんですね。だから、清濁併せ飲むっていうのは、清も濁もあると。政治の世界にいたら騙すやつ、騙すのもいますよ。裏切るのもいる。そして、ろくでもない、なんとかな、落とし穴を掘って待ってるのもいますよ。まあでもそういう人に限って、その自分が掘ったね、落とし穴に落ちるんですよ。まっすぐである。長ずれば長ずるほど済む。清濁併せ飲むっていうのは、清も濁もあるっていうことを知って、濁を流すんだと。20代で、今、18歳から29歳までの原口政治大学校っていうのをやってます。で、その方々には、もう一番最初にこのことを申し上げます。政治っていうのは汚いもんだと、あるいは嘘つきだと。それじゃ法律なんか作れません。日本よくできません。田中角栄さんが日中国交回復をやって、日本を、まあまさにそれからもう50年ですね。半世紀が経ちました。でも、国交回復はそういう、まあ角栄さん越山会から見るとですね、すごい犠牲の上に立ったものなんだと。本当の独立国家を作っていきましょう。そのためには、後ろ指刺されるようじゃ絶対ダメですね。絶対ダメです。だから僕らもしょっちゅう自分たちの行動や、あるいは政治資金についてもチェックしてるわけです。で、政治資金を見るとですね、どんないいことを言ってても、汚いものはすぐわかります。なんか変なお金を持ってるなっていうのはすぐわかります。でもそんなことやって政治家になったって何の意味もありません。独立自尊。国民をですね、日本の国民は敗戦からここまで先輩方が気づいてくださいました。それを引き継ぐためには、長ずれば長ずるほど済むんだ。小林君待ってるんで頑張ってください。今が一番辛いと思います。あと1年ぐらいあるのかな。法務大臣としてやりたかったこといっぱいあったと思います。もし僕が君に会えないようなことがあるんだったら、まあ、このビデオ残してるんで、ぜひそれを継いでください。心折らずに、ちょうど今は、胆力っていうかな、政治家はよく怒る人がいるけど、あれ、胆力が足りないんですよね。頭を鍛えて、そして、胆力を鞭えて、直感と洞察力と、そしてみんなを包み込む胆力で。で、あと、藤原直哉先生がおっしゃってるけど、感情の部分はふりかけ程度なんですよね。僕も毎日、もうこんなこと言うかっていうんで、湯気出してるんで、まあ人に言えた話じゃないんだけど、頭と胆力、そして、あとはふりかけ程度で、ビジョンと理想と、理想とビジョンと、まさに、政経塾で、雲は雲を呼ばないだろうかっていう歌がありますよね。夢は夢を染めないだろうかと、僕の夢も引き継いでください。
じゃあ、待ってます。それじゃあ、お聞きくださった皆さん、ありがとうございました。YouTube と、スペースの、両方でやっています。今日はちょっと朝から理念的なお話をしてますが、まあ、本当にこういう温かい絆で、もう絶対に心を折らんように、河合くん待ってます。佐賀のあなたを止めてくれた人やみんな、励ましの千羽鶴を折ってるからね、そういうのも伝えたいと思います。なかなかね、こういう手紙も弁護士さんがこうやって窓越しっていうか、に出してくれるだけだっていうか、それをやってくださったんですよね。喜んでくれ